出会い、それは突然の出来事であった。私はフォー村雨。フォー村雨？難しい名前だな。仕方がないわ、施設でつけてくれたんだもの。あなたは？僕はカミーユ、カミーユ美団。カミーユか、優しい名前ね。そうかな自分の名前嫌いなのね。どうしてさ？顔に書いてあるわね。カミーユは私の名前好き？好きだよ、いい名前だ。私は嫌いよ。今の施設で4番目だったからフォーなの。ナンバーフォー。本当の名前は？わからないわ、私には昔の記憶がないのよ。知りたいんだ、昔のこと。それを探していたの。思い出なんてこれから作ればいいじゃないか。そうかしら。フォー村雨。カミーユが香港シティで出会い心を通わせた少女、村雨研究所4番目の共感人間。記憶を奪われた悲しい実験体である。欠けた心の隙間を埋め合うかのように惹かれ合う二人であったが、彼女との出会いは悲しい運命を伴うのだった。私の記憶も取り戻せないというのに、今の記憶があって何になるの？フォー、君は戦っちゃいけない。フォー、分かるか？僕はカミーユだ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。なら戦うのをやめるんだ。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。もういじめられたくないんだ。ガンダムを倒せば記憶を元に戻す、その言葉を信じてカミーユと敵対するフォー。一度は心を触れ合った恋人たちの戦いだが、戦いの中でフォーはカミーユの優しさに次第に自分の過去から解放されていった。過去の記憶よりも新しい思い出を求めてカミーユを空へと送り戻すため、フォーは激しい戦いの中アウド村に特攻をかけるスードリへと乗り込んだ。大型空中輸送機スードリにはシャトル用のブースターが備えられている。このブースターを利用すればカミーユを空へと返すことができる。しかし必死の思いでブースターを操作するフォーのもとへ、事態を察知したベン・ウッダーが迫っていた。私にはわかる、カミーユは私を空に連れて行ってくれる。カミーユ、スードリのブースターで空へ帰る。何をしている。ブースターは敵のとどめに使うんだ、触るな。カミーユ、これで空へ。貴様、作り物のニュータイプは頭をぶち抜かれても動くのか。フォー！恋人たちの儚い夢は空へと消えた。シンデレラの魔法が切れたフォーにカミーユの思いは届いたのであろうか。戦いの波はカミーユに悲しむ間すら与えず、容赦なく押し寄せる。そして再び空へ。戦いはまだ終わらない。
このままやらせるものですか。マーク2かい。新型だからって。その声は神湯か。私足手まといになんかならないわ。まさかこんなことになるなんて。そんなに焦らなくてもすぐ落としてあげるわ。そうやすやすとやられるわけにはいかない。行くぜ。そこだ。
お前らみんな潰してやるよ。どこからでも来い。近づく奴はみんな灰にしてやる。これで終わりよ。加減なんざ期待すんじゃねえぞ。うらー、こいつ強い。さあ食いしばれ。お前のようなやつは修正してやる。何？邪魔をするというのなら容赦はしないわよ。こいつ、貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。好きにさせるか。好きにはやらせない。ガンダム、俺はついてるぜ。ジェリド、お前なんかに。邪魔されるわけにはいかない。貴様、
そうそう好きにはさせん。遅い。俺はこの手に全てをつかむ。貴様はここで消えろ。力のないものは死あるのみだ。何をやってんだ僕は。出てこなければやられなかったのに。貴様、これ以上抵抗するのなら容赦はしない。落ちろ。しまった。ジェリドをやらせはしない。マウア、守ってみせるって言ったろ。マウア、マウア。ジェリド、あなたは決して負けはしないわ。あなたは世界を正しい方向に持っていくことができる。生き延びること、戦うこと、あなたにとって今はそれが正しい。マウア、お前までいなくなっちまうなんて。マウア、マウアって聞こえた。カミユ、なんでいつも。楽には殺さん。お前は俺がなぶり殺してやる。カミユ、俺の手で殺してやるってよ。まるで違う。こいつはジェリドか。こいつそんなに死にたいのかよ。なんとかグラナダへの直撃だけは避けられたようね。でもこんな作戦を思いつくティターンズって。彼らにとっては地球も空もみんな同じなんだわ。だから平気で破壊できる。だからこんな戦い、僕たちが早く終わらせなきゃならないんです。これ以上の不幸を許しちゃいけないんです。絶対に。カミーユたちがコロニー落としを阻止するべく空で奮戦していたその頃、クワトロはブレックスの護衛として地球へと降り立ち、南アフリカで行われる国連総会に出席していた。しかしその議事とは、地球連邦軍の全面的な指揮権をティターンズに渡すというものであった。地球に住む政治家たちは空へ出ることを恐れ、地球にへばりついて私腹を肥やす。己の利権のためならスペースノイドの言い分などもはや関係がないのである。連邦上層部の腐敗に絶望するクワトロたち、そして畳みかけるように事件は起こった。順将、クワトロ大官、やられたよ。ジャミトフにしてやられた。傷はお気を確かに。君には世の中を正す人になってもらいたい。順将、君がエウーゴの指揮を取れ。シャア・アズナブル。ブレックス順将。
かけがえのない指導者を失ったエウーゴ。彼らの戦いの終着は未だ見えぬまま。進むべき道を示す人物をなくしたのである。さらに事態は混沌へと向かっていく。アクシズ、ザビ家の忘れ形見、ミネバザビを君主とし、ハマンカーンが摂政を務め、ジオン残党の中でも最大の規模を誇る。火星と木星の間にあるアステロイドベルトに息を潜め、ザビ家復興を目的として戦力を蓄えていたアクシズが時を見極めて、ついに地球圏に姿を現した。旧ジオン残存戦力の半数とも言われるその力を味方に引き入れるべく、アーガマはアクシズの帰還グアダンへと交渉に赴くが、ザビ家の正当な後継者ミネバ・ザビであります。英雄の方々、私のためによくぞ来てくれました。や、やはりシャーズナブルだ。遊んでくれたのはよく覚えているよ。2歳の時のことを覚えていらっしゃいますか。え、お続けください、ミネバ様。そうだ、シャアもザビ家再婚のために。シャーアズナブル、ミネバ様に無礼な。ミネバ様はだな、ハマン、まだこんな年だというのに担ぎ出したのか。ジオン滅亡後、アステロイドベルトの中で育てた子が結局地球圏へ戻ってきて、アクシズともども元ジオン公国ザビ家の亡霊どもに利用される。ハマンか。シャア、ミネバ様の御前でよくも。交渉は失敗に終わった。アクシズの思惑もわからぬまま、エウーゴはさらにその道を失い、さまよう。そしてアーガマに届いた新たな情報は、一年戦争中ジオンの要塞であったア・バオア・クーをティターンズがゼダンの門として拠点化し、さらに密かに建造していた最終兵器コロニーレーザーを使い、月面のグラナダを焼き払う作戦を進めているという強報であった。果たしてこの混沌とした戦況の中に活路はあるのだろうか。アーガマに課せられる任務は次第に大きくなっていった。
Thank you.
無防備すぎる。もらった。沈め、ハマーン。何？この男は？この、どけよ。やらせるわけにはいかんのだ。憤りを捨てれば、人は分かり合えるのに。好きにさせるか。こいつはただの敵とは思え。いけるか。貴様だけが特別なんじゃない。俺だってティターンズだ。遅いぞ神湯。邪魔をするな、ガンダム。好きにさせるか。邪魔されるわけにはいかない。落ちろ。
これ以上はさせんよ。そこね、落としてみせるわ。あんなものが止まるのかよ。撃て撃て、抑えろ。何としても止めるんだ。大飛来るぞ。間に合いません。うおー、巻き込まれるぞ。落ち着け。落ち着いて脱出するんだ。そうやすやすとやられるわけにはいかない。バカな！おのれおのれおのれ！カツ、聞いて。こんな戦いはやめて。ハマーンのために戦うなんて。サラ、サラなのか。僕にはサラは撃てない。撃てないよ。そうやってお前らは好き勝手ばかりして。なんで邪魔するの。大人の理屈なんて僕には関係ないんだ。デコアロンド、あなたは。世の中には男と女しかいないのよ。それは勝手なのよ。戦闘は引き際も大事だってわからないの。そんなもの。Thank you.
ハマーンとジャミトフの交渉は決裂し、ゼダンの門は要塞アクシズによって砕かれた。事態はハマーンの思惑通りに進んでいく。このゼダンの門の戦いにより戦力を消耗したエブーゴやティターンズを横目に、アクシズはその戦力を温存し、戦いの混乱に乗じてコロニーレーザーをその手中に収めたのである。これによりアクシズが戦いの主導権を握った。だが目まぐるしく変化する戦況に、その独占状態も長くは続かない。コロニーレーザーを渦のように取り囲み、一挙に攻め立て制圧するメールシュトローム作戦。この作戦によりコロニーレーザーはエウーゴの手に渡ることとなった。人類の可能性、新しき統治の到来、古き支配の復権、全ての思惑を飲み込みながらも最後の戦いは幕を開ける。本当に倒すべき相手は誰なのか。人類の未来はどこへと流れゆくのか。空をかけてゆくその答えの行方は。聞こえるか、全ティターンズ艦隊、これは
ジャミトフ廃藩閣下の遺言である。ジャミトフ総裁はハマーン・カーンによって暗殺された。その目的はエウーゴと手を組んだジオンの残党どもが地球連邦政府を支配することにある。そのような事態になればキターンズは反地球連邦軍のクーデター分子として粛清される立場に陥るのである。ジャミトフ閣下の弔い合戦ではなく、もっと大きなもののために今こそ力を奮い立たせるのだ。ハンブラビ隊、出るぜ。しくじるんじゃねえぞ。力こそが全てを制するんだよ。我ら勝利のためにはまずアクシズの戦力が邪魔となる。サラ、レコア、狙いはキュベレー一騎だ。はっ。
私のもとに来ぬのなら排除するだけだ。戻ってこい、シャア。戻らねば知ることになるぞ。お前の考え方では世界は変わらん。同じことの繰り返しなのだ。わからねば死ね、シャア。こちらの間合いに入ってきたか。行け、ファンネル。なんだと。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。戦士は生きている限り戦わねばならんのだ。私としたことが敵のペースにはめられたな。この私をはねのけるほどのプレッシャーとは。それは違う。
カミユ、見つけたぞ。ジェリドか。貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。俺がこの手で殺してやる。そうしたら戦わずに済むだろう。邪魔されるわけにはいかない。力のないものは死あるのみだ。やったな。そうやすやすとやられるわけにはいかない。貴様、こうなったら全力で行くだけだ。捕らえた。バカな。あまり俺を怒らせるなよ。オラオラ、ボヤボヤしてっと落ちちまうぞ。戦士は生きている限り戦わねばならんのだ。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。これほどの力があるというのか。これくらいで私が止められるとでも思って。
シラッコ、目の前の現実も見れない男が。さかしいだけの子供が何を言う。さかしくて悪いか。戦いは力だけでは勝てないのだよ。証拠にもなく、貴様のような者がいるから戦いは終わらないんだ。喰らえ。鬱陶しい。貴様だけは許せない。いつも傍観者で人をもてあそぶだけの人間なんて。私にはそういう資格がある。その傲慢は人を家畜にすることだ。人を道具にして。子供がほざくか。抵抗すれば無駄死にするだけだってなんでわからないんだ。この程度。常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。遅い。感じる。ここね。サラ、なんでまた僕の前へ出てきたんだ。そんなに白っ子がいいのか。そうよ、だから邪魔しないで。私は先に白っ子に出会ったのよ。そんなことが理由になるのか。僕を甘く見るなよ。生の感情をむき出しで戦うなど不愉快なのだよ。しょくらえ。何をやってんだ。僕はこれ以上抵抗するのなら容赦はしない。この程度。属人が。ゼータ落ちろ。よく見て、カミーユ。何？白子！うわあ！お前だけは許さない！俺の命に変えても、体に変えても！それでいいのよ、カミーユ。みんながあなたの力になるわ。俺の体をみんなに貸すぞ！カミーユ、私の命を吸って。シロッコを倒すのよ。あんな奴に負けないで。カミーユ。ゼータがどうしたんだ。私の知らない新兵器か。わかるまい。戦争を手段にしているシロッコにはこの僕を通して出ている力が。力だと。カミーユはその力を表現できるマシンに乗ってるんだよ。女の声。うわあ。憤りを捨てれば人は分かり合えるのに。この程度。ジオ、なぜ動かん。女たちのところへ戻るんだ。女だと。うわあ。シロッコ、やってしまったの。でもこれで終わったんだな。
エウーゴとティターンズ、そしてアクシズ。グリプス宙域を舞台にした三つどもえの戦いもついにその決着を迎えた。コロニーレーザーの照射によって壊滅状態となったティターンズにはもはや戦いを続ける力はなく、アクシズもまた戦力浪費の愚を見極め、いち早く戦線より離脱した。これによるエウーゴの勝利だが、果たして本当の勝利と呼べるのか。戦いの中で散った多くの命、この戦争で払った血の代償はあまりにも大きく、また深刻なものであった。だが、カミーユ、怪我してないわね。ファーも大丈夫なんだね。ああ、うん。カミーユ、大丈夫なのね。手も足もあるのよね。ああ、大丈夫だよ。ファーこそ大丈夫かい？なんだ？何を言っているんだ？ゼータとメタスの生存を確認です。ほう。無事でいてくれたか。二人の音声をモニターできます。聞きますか？何を言い合っているのか分かっている。誰が子供のザレ言を聞けるか。カミーユ！ファー！カミーユ！ファーだけは幻覚でもなければ意識だけの存在でもない。こうやって抱くことができるんだから。カミーユだって私が抱けるから嬉しいのよ。人の未来、可能性、そして愛。失ったもの以上に大きなものを彼らは得た。それは誰からもたらされたものでもない。紛れもなく自分たちで掴み取った勝利の証。何者にも代え難い報酬なのであろう。今はただ星の鼓動が二人の愛だけを包み込んでいた。